皆様こんにちは。本日からピロシキーズは新企画をやるっていうことで、打ち合わせをするっていうことでここに来たんやけど、普通に企画会議みたいなんだけやったらちょっとあんま思んないかなっていうことで、ちょっと まさきさんちょっと来てください。私あのディレクターさん、これからね、はい、一緒に番組を撮っていくっていうことであ、まさきです、よろしくお願いします。ちょっと考えたんやけど、うん、ドッキリしようかなって。え、私ですかちょっとね、あの、うん、まだあんまり仲良くなってないじゃないですか、ブラスとかとね。そう、これから仲良くなっていくにあたって、うん、ちょっと喧嘩しといた方がいいかなってねちょっとなんか偽企画をちょっと作ってもらって、うん、ちょっとこれありえへんやろっていうようなことをこう提出してあげて、こうブラスがどこで切れるかっていうのをやってみましょうよ。ちなみに小原さんは、あ、小原さん、小原さんは、あの怒りますよ小原さんは切れたらちゃんと復活しますか、復活元通りしますか。ちょっとこの後ね、関係もあるから、まあ、でも全然、あの、謝ったりとかすればね、謝らんとかね、謝らな、そりゃそうやろう。ちょっと結構怖いけど頑張りましょう。大丈夫、頑張りましょう、うん、頑張ります。あ、おはようございます。おはよう、お願いします。よろしくお願いします。え、まさきさん、まさきです。よろしくです。あれちゃんもあれなん来とったんや、うん、早めに。早いな、いつも遅れてくる。新しい番組の企画書なんですが、今日の打ち合わせはこれを一緒に確認しましょう。まさきさんは何、あの、何か新しい企画かなんかやる、あれのそうそう、ディレクターさんをやってくれるんや。あ、そうなんだ、はい、ちょっと今回、はい、真面目な内容企画で日本をバイクで横断するロケなんですけど、番組名ちょっと考えてみたんですけど、ペロペロペロなんかすごいお二人っぽいのを考えてみたんですけど、ペロペロポピポピロシキ。そう、ちょっと小原さんになんかすごいぴったりなやつ考えてみたんですよね。毎回言ってもらう感じで。え、どういうことですか。だから毎回ピロ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 シキ。そう、え、ちょっともうなんか真面目な番組なんで、真面目な感じでシリアスな感じで。今回内容としては企画でお二人に日本バイクで横断してもらいます。で、次ですね、旅先では、宿泊先、ガソリン代、食事まで、ちょっと2人で調達をしてもらいます。まあ、ちょっと方法は考えてもらうとして、で1回のロケで10円支給するので、ちょっと後の分はお二人でなんとか。え、どういうこと？え、でも私、結構週に何回か、あのテレビとか入ってるんですよ、他の番組の。いや、もう、そのね、ロケは、この番組のロケは、まあ、収録が入らないその全日程を、小原さんの全日程をもらう感じでお願いします。え、それはもうマネージャーとかに言ってるんですか。あ、もうそうですね、そう、全部ちょっとお休みとかも調べてもらって、こっちはなんか結構、まあ、OK って感じやったから、うん、そういうの変なの好きやもん、なんか酷なロケ、なんかそんなできるできない現実視をしないもんね、あんたは。だからちょっとこの番組やってる間はお休みとかないんですけど、そこはまあ乗り越えてもらって、で、まあ、この番組にはカメラマン入らないので全部お二人でセルフでやってもらう感じになります。今回ディレクター、私もまあ行けないので、ちょっと健康面とか安全面はご自分たちで管理してもらって管理もしてくれへんやん、健康面もやってくれ、管理してもらって、ちゃんと保険とか入ってもらって、ギャラは出んの、ちゃんとこれ強いの、うん、ちゃんとギャラが出るの、まあ、普通のギャラは出ますね。普通強めは出ない強めは出ない、強めで出てもらわんとさ、だって確かにギャラは結構なね、ハードなあれやから、まあちょっと番組駆け出しなので、これヒットしたらギャラはちゃんと出るかな、そうですね。で、あとこの番組ちょっと決まることがありまして、毎回撮影の時にピロシキーズですっていうご挨拶お願いします。ペロペロは抜いてね、ペロペロは抜いて、最初はそれは番組名が、番組名はペロペロピロピロピポピポシキーズ、言われて言えてない。で、ピポピポピポシキーズは挨拶です。これは毎回ピポピポピポシキーズって言ったよね、今また。そう、これはピポピポピロシキーズね、ピポピロシキーズ、番組名はピポシキーズ、
ペロペロピコピコピコスキーズ。ピロシキーズ。あかんってこれ。誰も言われへん。だって自分もな、考えた自分も番組名言われへんのに、ペロペロ視聴者とか覚えられへん。ちゃんと覚えていただいて。下手くそか、番組名。ちゃんとして面白いやん。でも面白くしたらあかんねやろ。いやもう、普通に。ちょっと笑うとこじゃないんで、普通にやってもらって。めちゃめちゃ、はい。はずいな。で、まあ、番組の中で今回10キロ走るごとに一発ギャグを1回やってもらいます。それ結構コアな企画なので。コアな企画じゃないよね、はい、ここ滑られたら数字取れないんで。今試しに何かやってもらっていいですか。じゃあそんな嫌そうな顔しないの。じゃあバイブドドスコ。バイブドドスコ。あードクドクスコスコ。ちょっとちょっとビビオもうさ、前の楽器が足りねえわ。もっとすごかったやあれ。いやもうな、年ちょっと、年きたね。じゃあ、無理かも。じゃあ、中庭さん面白かったんですけど、小原さん今のところ面白くないんで、ちょっと数字取れないかなって。だから今回 の, あのこのロケでは、まあ、コスプレとかしてもらって、初回は某有名女優のキャラのコスプレで。え、ちょっと待って、女装するってこと。女装してもらって。女装してバイクにまたがって。ええー、の、なんかその女装して逮捕とかされへんのそれ。逮捕されないギリギリのところでやってもらう。数字取るためにちょっとあのいろんなところ行ってもらって、温泉ロケとかも。あんま温泉好きちゃうね。温泉ロケは鉄板かなと、旅番組なんで。え、貸し切りやったら大丈夫かな。貸し切りで、そのちゃんとタオル巻いていいみたいな感じ。いやもう、それはちょっとできないんで。え、でも俺普段温泉行かへんねん。いやもう、お仕事なんで頑張ってもらって。嫌じゃないですよね、中には。え、うちこれやった。ほら、え、俺は嫌やねん。なんでよ、なんかやろうよこれ。もう小原さんだけ乗り気じゃないんですよ。ね、だから頑張ってもらって。山田さんだけ間違った古いやり方で。山田さんじゃないの。まさきです。まさきさん。で、私小原です。ちょっと名前とか間違えられるから、やっぱちゃんと真面目に見てもらってない。いやいや、私小原です。小原さん。そうです。小原さん、うん、ちょっともうちょっと真面目に番組考えてもらえますか。もうこれ、いや、こっちのセリフなんですよね、この真面目に番組考えてもらえますかっていうのは、はい、真剣な企画なんで、ちょっとギャグとかもさっき本当はちゃんとやってもらいたかったなって。え、というかそもそも真面目な番組って言ってたのに、10キロ走るごとに一発ギャグ、先頭あかんし逮捕される寸前の、なんか真顔でやるから面白いと思うやろ。そうだって2人やろ、やってんの。うち一人でできひんやん。で、そういうこと言うんですよ。ちゃんと、ちょっと話取らさないで考えてもらいます。え、どんなお仕事してきましたこれまで。あ、もうこれまでヒット番組をいろいろ。ヒット番組なんですか。ちょっと真面目に見てもらえますか。真面目に見てるよ、見てるけど嫌やねんこれ。もうこれできないんですよこれ。まず裸は絶対無理、女装と。じゃあうちどうしたらいい。でも毎回な、ピポピポピロシキーズですっていうのも OK とします。でも10キロ走るごとに一発ギャグをするというのは意味がわからんし。いやもうそれはやらない。そこ一番メインなんで。いやでもそもそも、あと何を表現したいんですかこれで、この番組で。これ数字を取りたいんですよ。いや数字を取りたいっていうのはもちろんあるとします。そんなんどの番組でもそうやけど、その中でも何を表現したい、番組として。どういうことを表現したいんですか、これ。何が目的なんですか。そう、これでピロシキーズが輝くっていう、それをまずね、事務所と目指してるんで、これできないとちょっと今後厳しいと思います。まあ、つか俺はなんかこれにアレちゃんがオッケー出してることがなんか不思議やけどね。だってでも結構自分は前から言ってたやん、なんかそういう何キャンプ行きたいとか、そのキャンプでちょっと過酷な映像っぽいのを撮りたいっていう風に。でもさ、俺が嫌なことがもうぎっしり詰め込まれて、俺前から何回も言ってる、女装するととか嫌やし、温泉とかそういう出すとこも絶対嫌っていうの言ってるよね。そういうのさ、アリちゃんが嫌なことって俺も絶対やらんようにしようっていう話もさしてやってんのにさ、なんでそれを見てな、アリちゃんが
OK できんの、どんな神経してんのと思ってんのけど。いやでもマネージャー OK、 いや知らんね、マネージャー OK じゃない、こっちが OK じゃなかったらマネージャー OK じゃないの、それは間違いです、ごめんなさい、うちの会社のなんかマネージャーが間違って OK したものなんで、ちょっと申し訳ないですね、それは。でもそれはちょっとやばい、マネージャーそこら辺におんの、でもそんな感じでさやってたらなんか仕事、え、いいよ、もう仕事そんなんいらん、全然良くないんだけど、こっちはこれがだってさ、2人で撮ってるわけやろ、うん、そんな、なんでなんかそんな、あれちゃん1人でやってください、あれちゃんどうぞ、1人でピロスキーズは1人ちゃうやん、いやもうピロスキーズじゃなくてあれちゃん、あのペロペロポピピポピポアリちゃんってやってもらったらいいのに、やりたいんやったらどうぞやってください、別にさ以上です、でもマネージャー OK 取ってるので、いやいやもういいって、それ同じことばか言うのよ、それしか言えへん、マネージャー取ってんでって、何そんなもんしか言わへん、なんだ待ってんの、それさ結構失礼マジで、いいねんもう、いやいいねんちゃうん、知らない、相当失礼な、俺に失礼な、こんな企画普通に考えてさ、おかしいと思わんかったん、もうちょっと一回マネージャーにあの話聞いてくるんで、マネージャーどこにおるの、ちょっとです、いやでもさ、話はどうすんの、ちょっとすいません、マネージャーにちょっと聞いてきますんで、え、あれって本当に何もなくなってきて、いやでも最初結構笑ってたからなんか大丈夫そうかなと思ったけど、ちょっとガチで生きるかもしれない、ちょっとごめんなさい、私あの様子見てきます、もし帰ってたらあれなんで、ちょっと待ってください、おった、はい、ということで今回はね逆ドッキリでした、そうね、最初はねあのまさきさんにねあのブラスにドッキリを仕掛けるっていう手やったけど、実は裏で私はまさきさんが私にドッキリを仕掛けてくるということを別のスタッフから聞いております、でそれに対して、うん、まあどうせね私は本当は切れないからどんなことがあっても、うん、でもあえてそれを切れてまさきさんを驚かせようっていうレベルの低いドッキリなんですけども、低くないよ、そう、まあでもまんまと引っかかってくれました、うん、あれちゃん最初さちょっと真剣な感じで戻っていって座って、ちょっとやばいかも、わかりました、ガチで帰っちゃったみたい、でも、あ、マネージャーが来ました。後ろに来ました。なんやと思う？なんでここにおると思う？ちょっと言い過ぎたかなって思って。反省してんの？番組のこともあるし。でも、スタッフに通ってるんやろ？ごめん、通ってたん？いや、通ってると思う。ね、まだ言うよんねんけど。まだ頑張るの。まあ、もうええって、終わったよ。まだ。あんな、ドッキリしたつもりでおるやろ。え、私がドッキリあなたにかけてんの、逆に。ごめんなさい。これはドッキリ。これはドッキリ。これはドッキリ。逆にドッキリ。あ、なんだ。だからずっと頑張ってるのを見てたの、こっちが。もうびっくりした、本当に切れて帰ったかと思ってました、もう。いやでもほんまになんか新企画はやるんでしょ、やります、今回は何どんな企画するかは発表はしませんけども、うん、ピロシキーズで今までなかったような動画をアップしていきたいなと考えておりますので、まあ、新しい企画ものをぜひご堪能ください、はい、ということでね、その新番組というか新企画についてのあの概要欄に内容の方をね、あのある程度貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。